数百年前、三星花祭りにとあるモノノフが迷い込んだ。どうして人がここに？結界を張ったってのによ、全く困ったもんさ。祭りの最中、妖怪たちは話し合い、彼を追い払おうとしたが、この時、とある声が聞こえた。せっかくの我らが祭り、楽しませてやるのが一番だ。妖怪やら人やらを分ける必要はなかろう。それは、辛抱熱き妖怪の声だった。彼が口を開くや否や、妖怪たちはピタリと静かになった。おい小僧、いける口か？あ、それなりには。おほう、では我らと共に今夜の共演を楽しんでくれ。こうして大妖怪と侍は共にひとときを楽しんだ。祭りの最後には秋津羽遊びで思い切り勝負して引き分けとなり、深い友情を築いたのだ。これは驚いた。ひとごときが我の動きについてこられるとは。千変万化の妖力を拝見できて、自分も剣術の糧を得た。刀が得意か？自分はより強い相手を求めて各地を旅しているでござる。ではこういうのはどうだ。これから10年ごとにここで勝負するのだ。楽しみでござるな。出会った時、モノノフはおよそ25だった。10年後再会した二人はすぐにまた意気投合した。飲み遊び磨き合って、初めはただ気の合う仲間同士だった二人が互いを思い合う親友になった。そしてまた10年、モノノフの剣術は極まり、なんと試合に勝つことさえあった。釜井様は驚いて酒を断ち、修行をし再戦に燃えていた。でも次の10年目、人は約束を守れなかった。南で起こった戦に駆り出されていたから。妖怪にとって10年など一瞬、釜井様は気にも留めなかった。けれど次の再会の時、釜井様は目を疑った。モノノフは弱い65で、傷だらけ、白髪だらけだった。おい小僧、まだ剣を握れるか？自分は年じゃ、もうそれには応えられん。こたびは別れを告げに参ったのだ。そうか、秋津羽遊びにもう一度付き合ってくれるか？それもよい。モノノフは全力を尽くしたけれど、衰えた体力のため早々に退場となった。釜井様は羽子板を置いてしばらく黙り込み、長いため息をついた。実に遺憾だ。